大津飛鳥大使の里道の駅でございます。こんばんは。3、4時台ですかね、トイレのがね、ちょっと小さいけどね。ここがトイレで、こちらの方が売店でございます。売店ね。で、横にベンチとね、椅子がね、ありますわ。ベンチと椅子がないんじゃ、テーブルと椅子か、ね、あります。8人ぐらい開けれますよ、ね、こんなにもここが道の駅の販売所でございます。日曜なんかはいっぱい売ってありますけどね、農産物は。ぐらい暗いね。まだ営業やってますね。もうね、何も残ってません、あの上ね。はい、こちらの方がね、飛鳥川のね、飛鳥橋でございます。あそこは歴史街道やったかな。旧国道ですよ。ね、今から千何百年前ぐらいからのね、道だそうですよ、これ。竹の内街道って言いますかね。今もね、これは車通れるんですけどね。こんな石畳がこうなってますけどね、こんなほら。ね、こんなんです。ああ、ここにね、説明がありましたわ。これね。ここに資料館とかね、あと何かあったかな、あと古墳があったね。天皇の古墳がね、山の上にね。それもね、動画出してますんで、まあ覗いてください。あと下に貼っておきますね。こっちがトイレでね、こんなんです。こちらの方が自動販売機でございます。電池持つかな、電池が。もう電池ほとんどないんやけど。ここ165号線だよね。風花橋南沿いやったかな。ここ。よし。はい、道の駅でした。大津飛鳥の里大使っていうんですよね。ありがとうございました。